ジョルジュルジェはフランスの新古典主義の画家であるジャック・ルイ・ダビットの助手として働き歴史が肖像画を描いたダビットによる1800年頃の肖像画かつてはドミニク・アングルの肖像画とされていたパリで生まれたパリのエコールでボザールで学び1797年にジャック・ルイ・ダビットの工房に入りダビットに気に入られダビットの助手として ダビッドの主要な作品、ベルナール峠からアルプスを越えるボナッパルトや、ナポレオン一世の体感式と、皇妃、ジョゼフィーヌの体感に女子として関わった。ナポレオンの首席画家であったダビッドが、ナポレオンの失脚によって1816年に、ブリュッセルに亡命するまで、女子の仕事をした。有望な若手芸術家に与えられる、ローマ賞で1803年に2位になったが、3度、 参加して一位になることはできなかった。その後も様々な政権のもとで歴史画を描いた。ルイ・フィリップが1827年に設立したベルサイユ美術館で展示に展示するための多くの画家に描かせたフランスの歴代の王の肖像画を何点か描いた。レジオンドヌール勲章を受訓した。ありがとうございます。